はい、こんにちは。土地のたけし農場です。田んぼへ来てます。でこれから何やるかっていうとね、田んぼの藁をね、束ねる作業します。で土地弁では藁丸きって言うんですけどね、藁を丸くって言うんだよね、束ねることをね。はい、そういう作業をやります。で午前中曇りだったんですが、午後からね太陽が出てきて結構暑くなりました。はい、いつものように儀式ですね。今日は炭酸入りのぶどうジュースかな。はい、こんなのを持ってきました。よっこいしょ。まあね、暑くて厳しくなったら引き上げちゃいます。何が何でも歯を食いしばってやる仕事じゃないんでね、まあ涼しくなってからでも十分間に合う仕事なんで、まあただちょっとずつやっておけばね、後でまとめてやるより楽かなと思ってね、まあ少しずつ減らしていくっていうかね、束ねてしまえばもうやり直しっていうのはないんで、まあちょっとでも減らすという意味で、やっていきたいと思います。はい、じゃあ動画の方はね一回止めます。はい、まずね、刈り残したヒエをね、バーナーで焼いていきます。でここは、ちょっと高くなってるんですよ、全体的に。で水がかからずに除草剤が効かないで、ちょっとヒエが生えてしまいました。で、これヘタに抜いてね動かしますと種がこぼれてしまいますので、この一角はもう収穫しないでね、後でバーナーで焼こうっていうことで、残したところです。これからね、まあ多分一回に全部きれいに焼くわけに、焼けないので、ちょっとずつね焼いていきたいと思います。よいしょ。
はい、前回よりはね、ボリューム減ったと思いますのでね、はい、これで、今日の、比叡の焼却は終わりたいと思います。はい、続いてね、藁を束ねる作業になります。このまま移動しちゃいますね。よいしょ。サングラスをしてるとよく見えない。当たり前ですね。はい、続きましてね、藁を束ねる作業ですね。で、藁を束ねる作業、何を使うかっていうと、こういう紐を使います。紐、ビニールの紐です。で、これはね、呼び方は違うんですが、栃木弁ではマッツラと呼びます。で、マッツラ、本物のマッツラっていうのは、どうやって作るかっていうと、この藁のね、先端をこう結びましてね、一本の紐にします。まあそういうやり方なんですけど、それ、松田を作りながら藁束ねやってますと時間がね、かなりかかってしまいますので、現在ではこういうビニールの紐をね、使って、束ねるやり方が多いです。よいしょ。で、コンバインのね、ドロッパーで落とした藁を止めます。この辺は旋回部分なんでちょっと藁が重なっちゃってますね。ちょっとやりにくいです。上から取らないとね、藁がバラバラになってしまいますので、落とした時とは逆の順番でね、回収していきます。まあちょっと時間かかるんですけどね。こっちがちょっと近か。どうだろう、どんな風に映ってんのかな。よいしょ。もうちょっと上の方。この辺で大丈夫かな。よいしょ。サングラスかけてると見えないよね。あ、大丈夫ですね。はい、
もうちょっと大きくしてみたいですね。ある程度ね、何束かまとめてこれを縛ります。よいしょ。ちょっと多かったかな、大丈夫かな、はい、膝を使ってね、絞っていきます。で、この紐をどうするかっていうと、この交差点で、よいしょよいしょ、はい、くるくるっと回してこの紐に差し込んでいくというやり方で、これで一個終了です。でこのまま横にしとくと乾かないんで、立てます。よっこいしょ、はい、でこれで1週間くらいね、立てば多分回収できるぐらいには乾燥してくるのかなと思いますけどね。よいしょ。まだ今年初めてなんでね、うまくできません。だんだんやってるとね、慣れてくるんですけどね。はい、そんなことで、これを終わるまで繰り返すという仕事がこれから、1日ぐらいかかるかな。4、5日かかっちゃうかな。まあ天気の日はね、来てやりたいと思います。はい、動画の方は一回止めます。はい、4時になりました。まだちょっと早いんですけどね、結構汗かきましたので、この辺で今日は終わりにしたいと思います。奥行き 100m なんですけどね、手前の方 40m くらい終わりましたかね。まあざっくりながら半分ぐらい終わりました。で、今年はね、少し藁多めに残しましたんで、多分このまま、田んぼへすき込む藁も出てくるのかなと思います。ただ、足らなくは残せないんでね、まあちょっと多めに残して、まあ次の年に余っちゃってもいいのかなと思ってやっております。はい、藁の束ねる作業ですね。はい、今日は終了になります。お付き合いありがとうございました。